続いてはですね、ペース早いな。え？ペース早い。ホットサンド1回目と2回目はですね、1回目は大成功で、2回目はですねちょっと色がつきすぎちゃったけど、まあ、美味しくいただきました。第3回目はですね、カブママさんの創作料理になります。はい、見せて。で、これですね、日水の国内の工場で生産してます3種の中華、これを挟んでいきたいと思います。じゃあお願いします。こうなってんの。こっちからなんだっけ、ね、こっちからマーボナス、マーボナスとチンジャオロース、ホイコーロー、まあ、見た目全然よくわかんないんですけど、まあ、火通せばなんとか食えんじゃねえかなと。ということでございます。じゃあ、ホイコーロー、チンジャオロース。じゃあホイコーローとチンジャオロース。はい、じゃあ かぶせてください。はい、浸してください。はい、よいしょ。これは結構ボリュームがあるな。途中チェック。よいしょ。あ、こっちは全然。弱火でやってっからな。え？こっちはまあまあまあ。こんな感じかな。オッケー。どれどれ。焼けまーす。パカッ、いい感じ。おう、いいね。すごいいい感じ。じゃあですね、ひっくり返し。パカッ。おお、すごい。いいんじゃない、うん、ベストじゃない、ベストベスト。こんな感じですね。焼き上がりはものすごくいいですね。パンの焼き上がり一番いいかもしれないですね。問題は具です。ちょっと、まあ、こんな、あー、いい感じ、こんな風になってますね。すごい中華になってますね。いただきます。いただきます。なんだっけ、味が分かんなくなった。ホイコーローとチンジャオロース。あ、うまい、おいしい。これすっげーうまい。今ね、チンジャオロース食ってんだけど、すごい火が通ってね、なんか給食みたいね、味が。給食の具をあのパンで食べるみたいな。あ、これはうまい。これは一番のおすすめ。こんな感じでね、こっちがチンジャオロースで、こっちがホイコロ、まあ、細かくてよくわかんないんですけど、味はね、もうすっごいうまいです。よくね、あの動画で、まあ、僕のとこはあのコメント欄閉じちゃって面倒くさいんで閉じちゃってるんですけど、
たまにアウトドアのこういう風なあの外飯やってる人のコメント本当にうまいんかよとかね、だそんな風なあの失礼なコメント入る時ありますけど、はっきり言ってね、美味しいものはやっぱ美味しいしね、美味しくないものは美味しくないってみんな言ってますよ。でもこれはね、うちのカムママさんも美味しいっつってるぐらい、もう本当美味しいですね。これ中華っていいね、中華。これ自分でこれ具から作ると大変なんだけど、冷凍食品のお弁当のおかずね、今ね11月の半ばですけど、まあ、これぐらいの時期だと、まあ、溶けずに、まあ、こういうとこまで持ってこれますんで、まあ、非常にあの使い勝手いいかなと思います。はい、じゃあ続いてマーボナスですね、最後はね、まあ、多分ねやる前からねうまいんじゃないかと思うんですけど、はいはい、ちょっと伸ばして、いいですか。はい、じゃあマーボナス、パカ、じゃあひっくり返します。よし、よし、 OK、 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 なんかねここら辺、そう、はみ出た部分は完全焦げ。ちょっとさ、ナイフ。ちょっとこの部分だけ。先に削っちゃう。よし、じゃあ。開けます。お、ちょっと強めかな。お、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 あ、そっち側が。俺はこれぐらいのが好きだ。こんな感じ。おう、ナスしてるじゃん。マーボナス、いただきやす。うん、赤い、あっけえ、うまいね。これホットサンドで中華っていいね、これ、うん、まあ中華はねよく言うけど何でも合うんで、ちなみにね中こんな感じです。結構トロットロ、あー美味しかったね。まあこんな感じでですね、まあ美味しくお昼ご飯を食べることができました。だんだん
そうだな、曇ってきちゃったんで、まあ、そろそろ帰りたいと思います。ちなみにこんなところでやっておりました。